Hello there! 始まりました、モテツチャンネルです。今回はですね、キャスダイス TV よりですね、小林さんにおいでいただきました、はい。よろしくお願いします、小林です。はい、キャスダイス TV すごく人気のですね、YouTube チャンネル、もううなぎ登り、飛ぶ鳥が勝手に落ちる勢いですね。オワコンですオワコン。いやこれからじゃないですか。これからですよ。まあそれでですね、はい、今回はですね、あそうです、あの概要欄にですね、チャンネルが貼ってありますので、はい、ありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今年は10万ですね。はい、そうですね、10万目指してやってます。10万人登録で、今回はですね、どういった感じで英語を勉強してきたのかっていうのを聞きたいんですけど、もともとどうだったんですか、英語は。スタートは小学5年生の時に地元の英会話塾に入りました。でイギリス英語 の、 あの文法とかやんなくて、もう会話しかやらないところに入って、だからあのもう何も分からずなんか会話をしてて、ですごい多分当時発音は良かったんですけど、プリリアントみたいな感じでイギリス英語ってこと。そう、でも今でも覚えてるのはやっぱキャンのことをカンだと思ってて、はい、でその今でも覚えてるものがあの Here you are ってじゃないですか、はい、Here you are でもあれを Hey you are って言うんですよね。 Here you are、 はい、でなんか Hey you are って言われて、だから Hey いわと思ってたんですよ。なるほど、 Hey you are、 そう Here を Hey You をいで Are をわと思ってて、でもそのままヘイワヘイワって言ったんですよ。なんでそういうのとかをこう文法とかわからないまま1年間ただただ会話をしてて、でその後小学校6年生からちゃんと文法とかをやるアメリカ英語 の、 あの基礎英語ラジオのあれをまあメインの教材として進めるところに入って、そこで英検をどんどんこう前倒しで取っていくみたいな感じ で、 で結局そこは2年間通って準2級まで取りました。はいはい、何級から始めたんですか。あもちろん5級から。5級から始めて、もうじゃあもう5、4、3、そうです、準2というわけですね。はい、2年間で準2級は結構多分早い方だったんですけど、はい、ちょっと頑張って準2級まで取って、でそこからはまあいわゆる高校受験だったので、はい、まあ、普通に塾に行っていわゆる受験英語とかをやったんですけど、やっぱり準2級まで取ってるんで、まあ、ある程度楽でしたね。それがまあ高校生まで、はい、で高校生の頃は普通にこう英語の予備校とか行って、はい、普通にまあ受験をして、まあ、特別得意科目ってわけじゃなかったですけど、まあ、他の科目と比べるとまあちょっといいぐらいな感じでしたね。まあ、前倒しできてたんで、で大学に入って全く勉強しなくなりました。あ、そうなんですね。はい、じゃあセンターとかどうだったんですか。センター試験は、まあ、一応そのあの東大に入ってるんで多分まあ9割ぐらいだったと思いますけど。さすが、はい、どうでしょう、模試とか普段受けてて。あ、いやでもそうですね、そんなに特別英語がっていうことはなかったですかね。得意科目自体は、得意科目はなくて。なかったんですか。はい、あの大体同じぐらいのバランス で数学が僕模試では苦手なんですけど、ただ本番は数学が一番良かった。ああ、なるほど、はい、そこだけ同じですね。本番が一番違う。はい、あ、そうなんですね。で大学入って、大学入って、で英語に まずその一応必修で、はいはい、英語の授業であるんですけど、まあ、そのサボりまくってたん で、 で英語の必要性を感じることになったのが大学3年生の、はいはいはい、春4月に、はい、その就活を僕はしようと決めたので、はいはいはい、じゃあまあトイックを受けましょうみたいな、もうカルチャーなので、ね、そうです、そうです、ね、なので、L&R ですかね、そうですね、はい、で今で言うをやって490点になったんですよ。490点ですか。はい、統一受けて、で、まあ、ぶっちゃけて言うと、とりあえず言われて受けて、はい、でその何点がどうとかも分かんないまま受けたので、悪いのかどうかも分かんなくて、就活が終わった1個上の先輩に、トイック490大丈夫ですかねって言ったら、お前やべえよって言われて、そうですね、僕がだってリスニング受けてる段階抜かしちゃいますから、そうですね、そうですね、そうだから、もうやべえって言われて、うわーと思って、じゃあ勉強しようと思って、はいはい、そこから、結構大学の勉強そっちのけで1年と2ヶ月14ヶ月英語の勉強やって、はい、大学の勉強そっちのけ、はい、そっちのけです。もう就活も大事なんで、はいはい、まあ、大学の単位は4年生でも取れるんで、はいはい、なので3年生の時はもう英語ばっかりやってましたね。英語付けで、はい、でどうだったんですか。そうですね、だ4年生の6月の TOEIC で930点。おお、すごい、930まで。なんかあんまり別にそれを自慢する気はなくて、多分大学受験の時に700点ぐらいとか650点ぐらいあったと思うんですよ。でそれでサボって失ったものを取り戻して、そこから点数を上げたんで、よくなんか上がったように見えるみたいなとこもあるんで、うん、あんまりなんか偉そうに言う気は全くないんですけど、まあ、でも自分なりに頑張って、まあ、点数取れたんでよかったなって思い出は今でも残ってます。
具体的にはどんなことやったんですか。まあ、そうですね、まずは単語、はい、でまあ、文法はやっぱり大学受験のものが結構残ってて、うん、ちょっと覚え直すとこありましたけど、分からないものはなかったんでそんなに勉強してなくて、あとやっぱりリスニングとですね、リーディングもそんなにですかね。やっぱ単語と文法はもう単語さえ取り戻せれば読めたんで、リスニングがもう難敵というか、はいはい、全然分かんなくて何言ってるか。何から取り掛かりました。とりあえず最初はっていうかもう全部常になんですけど、スクリプトの丸暗記です。おー、なるほど。公式問題集のパート3ですかね、はいはいはい、当時のやつを、まあ、対話文ですよ、ね、そうですね、を聞いて、同じやつをずっと聞いて、シャドーイングというか同時に言って真似して、でこう見てくれる先生みたいな方いたんで、週に1回ぐらい会いに行って、その人に言ってみせて、発音がここが違うのに言われて、なんか話す練習みたいなのずっとして、それをだから週に1問っていうか、まあ、3個セットになってますけど、その1スクリプトずつこうやっていくみたいなのをやりながら、あとはちょっと僕はあの音楽が好きなんで、その昔の80年代とかのちょっと発音とかもちゃんとしてる洋楽を歌詞丸暗記したりとか、そういうのでこうリスニング力をひたすら鍛えるみたいな。だからペラペラなんですね今でも。ペラペラではないです、全く、はい、全く今はペラペラではないです、はい。そうだったんですね、はい、あれ使ったりしなかったですか、東大の図書館 の英語聞こえるところ。あ、全く使ってない。大学には行ってなかったんで。行ってなかったんですか、はい、全然行ってなかったんで。図書館にあるんですよ東大って。今あるか分かんないですけど、テレビ置いてあって BBC と CNN 流されてて、はい、うんうんうん、って聞いて、よくいろんな人が寝てましたけど、そこで全然そんなの聞こえないんで、もうスクリプトを頑張って暗記してました。はい、スクリプト暗記。それはすごいですね。じゃあもう暗記しても全部自分で言える状態。そうです。だから例えば、何問って言われたら、ハローなんちゃらなんちゃらビビビビビ。そこまで。もう徹底的に刷り込むみたいな。確かに同じパターンいっぱい出ますからね。そうなんですよ。そうすると、まあ、音を覚えられたり、塊で覚えられたりとかするんで、まあ、結構聞こえるようになって、リスニングも点数が取れるようになりましたね。すごいですね。はい、それで、だからこそ今でも英語がすごいですね。大学受験、東大対策とかどんな。あ、東大対策は本当に大門別に、まあ、今と少しだけ違いますけど、おおよそ一緒じゃないですか。はい、なので、本当にそれぞれ要約だったら要約、英作文なら英作文みたいなやってて、でやっぱ当時リスニングって大使やってなかったんですよね。はいはいはい、なんかちょっとおろそかにしがちで、で、選択も 4個から選べばいいみたいなので、まあ、運でいけるかみたいな謎のあれもあって。去年から5択になって。そうなんですよ、5択になって。で、もっと増えるかもしれないですし、記述も入るかもしれないですし、ちゃんとやった方がいいと思うんですけど、はい、僕はちょっとちゃんとできなかった人間ですね。はい、結構やっぱり浪人生とかでも多いですからね、リスニングに手が回らなかったっていう人がすごく多いので、ですね、あ、なるほど、そんな感じだったんですね。はい、予備校で勉強するっていうか、あ、富田先生とか、はい、あとはコラボもされてましたけど、当時西先生が、はいはいはい、ヨゼミにいらしたので、そこの講義を僕は受けつつ、まあ、そこは大体その東大の何かこう形式の問題を授業でやられるので、それでまあちょこちょこ、まあペースは作りつつ、まあ自分で赤本で大問のものをやったりとかはしてましたね。で、どっちかというと数学とかの方がやばかったんで、時間的にはそこまで英語には割いてなかったですけど、そんな感じでしたね。はい。あったわけですね。他TOEIC 以外に何か行ったことあります、はい、英語関係の。ですね、TOEIC を受けて930、はい、900点取ろうって決めてたんで、はいはい、取れてよかった。で、次英検やろうと思ったんですよ、はいはい、で英検1級受けて落ちて心折れました。なるほど。あんなに5級から順調に順調まで行ってたのに、その6月に受けてその900点取れて、はいはい、でその次の秋の試験で1級受けたんですけど、はいはい、見事一次試験で散って、はい、心が折れました。2級準1は取ったんですか。あ、そうですね、1級と準1級をダブル受験して、準1級は相当いい点で受かって、はいはいはい、だったんですけど、1級の最初 その文法語彙問題で、ね、もう要はあんまり勉強してなかったんですよ、はい、TOEIC のプラスアルファ で、はい、で単語ちょっと違いすぎて分かんなくて、 そこでもう猛烈に点数を落として、であと2点とかどっちなんですよね。あ、そう、でもう心折れちゃって恥ずかしい話なんですけど、そこからちょっともうできない、
いいかなみたいな。あの語彙問題ですね。あ、僕も動画で解いてるやつ流しましたけど、はいはいはい、語彙問題そうですね。あそこはレベルがゴーンと上がりますからね。あそこ難しいですよね。でもどうなんですか、ああいうあそこ出てくるようなレベルの単語もやっぱりこう、うん、アメリカとかだと、まあ、普通に使うというよりはあれですね、はい、あの雑誌とか読んでると出てくる感じですね、はいはいはい、タイムとかエコノミストとか読んでると教養ある人がまあ使ったり読んだりするそうですね、いわゆるアメリカ人の大学生なら知っている。ああなるほどなるほどなるほど、ね、知っているけれども普通の多分高校生だと微妙な。ああ、じゃあまあ日本で言うとちょっとまあ硬い評論の本とかに書いてあるよう な、 なんかそんな感じですかね、はい、なので、あの英検自体あそこに出てくる単語がリーディングやリスニングが出てこないので、あ、確かに確かに確かにそうですね。あれは国連英検の特 A 級になったら、はい、長文中に出てきます。あ、なるほど、そうだ、国連英検ですね。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.